あら、ホームズさん。ホームズさん、どうも。あら、あら、久しぶりだな。ごきげんよう。大きい元だ。ジョアンナさんと？それ、それさんか。あの、マリーちゃんよ。マリーちゃん？何、浴衣？おい、ちょっと待て。ちょっと待て、浴衣か。浴衣は着てんな、ちょっと調べさせろ。え、調べさせろ？ちょっと、マリーちゃん、後ろ見てください。ちょっと待ってください。あ、これは、これ、あれ？犯罪？いや、これね、ちょっとね、浴衣危険なんですよ、本当に。ええ。浴衣っていうのは、わかりますか？パンツ履いた状態で浴衣を履くと、パンツの上にくっきり映っちゃうから、浴衣着る人って大体ノーパンなケースが多いんですね。これって公然わいせつなのではないかという。キーモットさん、そう。浴衣の人って、はい、そうそう、下にね、着ないって、ね、着ないって、ね、噂を聞くんで。都市伝説みたいなもんですね。都市伝説級の噂だな、もうそれは。私たち捕まりますもん。私があの人を捕まえたいぐらいだけどね。これノーノーですね。これノーですね。これはね。ああ、これは。うん、ノーパンだってことよ。捕まえた方がいいですわ。パンティーでもじゃあ買ってきてよもう。うん、パンティー売ってるから買ってきてよ。半径1メートル以内に男性が入ったときは本当にすぐ言ってください。ああ、分かった。1メートルって今とホームズさんと私たちぐらいの距離？今ホームズ入ってたよ。これギリ、これギリ、これギリね。あ、それギリ。これ以上近づいた男性がいた場合にすぐ言ってください。通報すればいいんだね。気をつけて。分かった、ありがとう。あいつがまだ警察なのか、未だに信じられないわ。